バルボフィラムカルンキュラタムバルバフィラムカルンキュレータムは豆ズタラン族の卵化植物。この類では大きな黄色い花をつける。ただし匂いは臭い。常緑性の双本で着生植物。ニセ球形は互いに接してつき、卵形で、長さは 4cm ほどになる。葉は楕円型で肉厚、長さは20から 25cm になる。花形は、 長さ3 0トル以上に達し、先端近くに複数の花をつけるが、一輪ずつ開花する。花は長さが1 0トルに達する。学片と側花弁はいずれも線黄色で光沢がある。側学片は互いにそうように伸びるが、互いにくっつかない。側花弁は学片より短い。新弁は肉質で黒子色。 木部は海状になっており、先端は肉質の棒状になり、表面にはイボ状の突起がある。花は腐肉のような悪臭を放ち、ハエを誘引する。フィリピンに産する。高温多湿な熱帯雨林に生育し、半日影の樹幹に着生するか、倒木の上などに見られる。葉蘭として栽培される。ただし広く普及はしていない。本属のものでは花が大きい方であり。 また鮮やかな黄色が美しい。ただし香りは悪い。以下、主として斎藤、P82 斎藤、P82 オーバー P159. ありがとうございます。